はいえー、皆さん、こんにちはあ内閣総理大臣の、えー、岸田文雄です。えー、本日はあ令和臨調、えー、1周年を記念するこの会に、えー、お招きいただき誠にありがとうございます。えー、日本のまあ各界を代表するこのリーダーの皆様方を前にして、えー、お話をさせていただく機会をいただきましたことに、えー、心からまあ感謝を申し上げます。 改めてこの1年振り返りますとき、ロシアによるウクライナ侵略、コロナとの戦い、世界的な物価高騰、またエネルギー危機や半導体不足、さらにはグローバルなサプライチェーンの混乱など、何十年に一度と言われるような事案が次々と起こってきました。 ま、そうしたま課題に懸命に対応するま、こうした一年であったと感じています。こうしたま重大な事案が次々とこの襲ってくる。起こってくる。ま、これはまさに経済においても、また国際社会においても歴史のま転換点を迎えているからだということだと思っています。 この点については、5月に行われました G7 広島サミットの場においても、議論の当然の前提として、各国首脳が幾度に述べていた、これは大変印象的でありました。こうした中で、私自身、また私の内閣の基本方針として、先送りできない 課題に正面から取り組み、一つ一つ答えを出していく、これがこの我々の歴史的な使命であるという覚悟を持って、職務に当たっていく、こうした思いで、さまざまな課題に取り組んできました。冒頭は8分短い時間ですので、3点だけポイントになる点を申し上げたいと思います。 えー、経済と外交と、そして社会、日本の社会ということで、えー、3点、えー、申し上げます、えー。1点目、経済でありますが、この経済につきましては、私はあやはりキーワードは持続可能性というものであると思っています。まあ、今この 世界全体、国際社会全体の中で、市場や競争、マーケットや効率に任せていただけでは、資本主義が持続できない、格差やあるいは気候変動など、こうした課題を前にして、持続可能なこの資本主義の新しいモデルを模索しなければならない、これは世界各国がさまざまな努力を続けています。 その中にあって、私自身は、新しい資本主義ということで、人への投資と、そして気候変動等の課題を成長のエンジンにしていく、2等を追うことによって、課題解決と成長を実現して、持続可能性を維持していく、こうした2つの取り組みを柱にして、経済について、 政策を進めてきました。実際、こうした取り組みの中で、30年ぶりの賃上げの動きですとか、100兆円を超える国内投資の動きですとか、33年ぶりの株価の高騰など、この前向きな動きが出ている、これは間違いないところだと思っています。しかしかなながら大事なのは これを持続することができるかどうかという点だと思います。まあ、人への投資これ、これ、この人への投資を消費につなげ、次の成長につなげ、成長の分配の好循環を実現する、人への投資は大変重要だと思いますが、この人への投資、これを持続することができるのか、えー、三位一体の労働市場改革等を行うことによって、 この人への投資を構造的なこの、えー、賃上げにつなげていく、持続的な人への投資につなげていく、こうしたところがポイントだというふうに思いますし、また気候変動等の課題に対するさまざまな投資、えー、課題を成長のエンジンに変えていく、まあ、こういった取り組みについても、 今、世界で、まあ、政策競争と言われるような状況が起こっています。アメリカにおいては、インフレ削減法という法律のもとに、えー、生産量比例型で10年間で大量の投資を行う、えー、こうした取り組みが進められています、えー。ヨーロッパ、EU においては、ネットゼロ産業法という法律のもと、官民合わせて10年,10年間で140兆円 という大きな投資が打ち出されています。そして、我が国においても、成長志向型カーボンプライシング構想によって、10年間で150兆円の官民の投資を行う、こうした構想が打ち出されました。このように、この人への投資、そして課題解決のために、 成長のエンジンをこの課題に当てて動かしていく、こういった世界的な動きを持続させることができるかどうか、これが一つ課題だと思います。二つ目の外交ということについて申し上げます。外交におけるキーワードは、対立,対立や分断から協調への動きを再び取り戻すことができるか。 こうしたことではないかと思っています。えー、今、国際社会においては、もともと米中の対立の深刻化、指摘をされてきたわけでありますが、ロシアによるウクライナ侵略によって、ロシアと欧米諸国が厳しく対立する、そしてその真ん中に、このグローバル・サウスと言われるような中間国、最も大きな勢力として存在している、えー、こうした構図の中で、えー この国連の安全保障理事会の理事国が隣の国を侵略してしまう、まあ、こういった事態が発生をし、国際秩序、どう維持していくのか、まあ、これが大きな議論になっています、えー。そしてそれに対しては、改めて国際社会が寄って立つ根源的な理念、これをもう一度みんなで確認することができるか、えー、そしてもう一つは、国連をはじめとする 国際的な議論の場を再構築することができるか、この2つにかかっているのではないかと思います。5月の G7 広島サミットにおいても法の法の秩、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序、こうした理念のもとに集まろうということで、G7 だけではなくして、インドや ブラジル、インドネシアといったこうした中韓国、そしてウクライナのトップも同じテーブルについてこの理念の元で一致をし、えー、協力をしていくこういった結論に至ったというところが歴史的な重みではないかと思っています。そして合わせてまあ国連改革についてもまあ安保安保理改革の動き、えー、今まで消極的であったアメリカですらようやく今 あこの問題に取り組もうとしている。もともと日本は、えー、とインド、ブラジル、ドイツとともにこの改革に取り組んできたわけですが、あーこの安保理常任理事国の中でもフランスは前向きであります。またアフリカ諸国はもともとこの問題について。 考え方をこの明らかにしていました、こうした議論から具体的な行動に移していく段階を迎えている、そして安保理改革だけではなくして、国連においては総会ですとか、事務総長の役割ですとか、この国際社会が今、分裂の危機にあると言われている中にあって、国連の改革、これも大変重要ではないか、このように思っています。そして3つ目 この社会ということで申し上げますと、やはりこの社会のこの議論において、キーワードになるのは、人口減少だと思っています。そして、この人口減少という国家的な課題に取り組むためには、次元の異なる少子化対策とデジタル社会への変革、この2つを車の両輪にして、 えー、この経済社会を変革していく、えー、こうした取り組みが重要だと思っています。えー、このあ2030年代に入ってしまうと、えー、日本の人口、特に若年層のこの減少のスピードが格段上がってしまう、よって2030年に至るまでが正念場だと言い続けてきました。 えー、そうしたこの危機感を持ちながらあー、この次元の違う子ども・子育て政策を進めなければならない、えー、この子ども手当、さまざまなこの支援、えー、児童手当をはじめとするさまざまな支援、こ,れこうしたさまざまな支援策、あるいはさまざまな制度、 まあこれを充実させていく、まあ、これはこれまでも様、えー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 、次々と行われてきたことではありますが、やはりこうした制度を生かすためには、使いこなすためには、社会自体の意識が変わらなければならないということで、えー、支援や制度の改革と合わせて、えー、社会の意識も改革しなければならない。えー、こういった まあ、国民運動をスタートしようではないかということで、えー、ちょうど、えー、今日の令和臨がの終わった後ですね、政府としても国民運動のキックオフを行う、えー、こういったことを予定しているところです。そして、ね、こうした子ども・子育て政策と合わせて、デジタル社会への対応、これを考えていかなければなりません。 スマート農林水産業ですとか、観光 DX ですとか医療、遠隔医療ですとか、遠隔教育ですとか、あるいは今まで多くの先人たちが挑戦してきた地方創生という課題も、なかなか乗り越えられなかった課題、これ、デジタルの力で乗り越える努力をしていこう、こういったことで、デジタル田園都市国家構想、こういったことを打ち出しているわけですが、 併せて、こうした人口が減少するということになってきますと、従来、この行政においても、あるいは産業においても、行われていたサービスを維持できなくなるかもしれない、こういった危機でもあるわけですが、併せて、世界の政府を見ますと、その国民のニーズが、 多様化する、複雑化する、これに応えていかなければならないということで、どうしても政府が巨大化していってしまう、まあ、こういったまあ傾向にあります。まあ、こういったこの時に、改めて小さくて大きい政府を作ることができるか、これは大きな問題意識、重要な問題意識だと思っています。大きくて小さい、まあ、矛盾するような言葉ですが、 あ要はですね、効率がよく、大きな仕事ができる、こうした政府であります。えー、ですから、まあ、こういった政府に,はにおいては、あこの従来、国があって、都道府県があって、市町村があって、上位下脱の,の行政組織があったわけでありますが、国が、国全体にこのデジタルのインフラ、5G や海底ケーブルや、 えとその、えー、光ファイバー、まあ、こうした基本的なイ,のあそのインフラをしっかりとこの敷き詰めて、その上に国民に一番身近な、まあ、市町村がデジタルを通じたあこの国民に寄り添った行政サービスを行う、それを都道府県がつないでいく、まあ、こうした行政を考えていくべきではないか。 こうしたこのデジタル行財政改革、こうしたものも考えていくべきではないか、こういったことを少子化というキーワードの中でも考えていますま。以上、経済、外交、そして社会というこの課題において、キーワードを中心に要点だけ申し上げさせていただきました。今日もい,ろいろなご質問ををこれからいただくと承知をしております ぜひ今ポイントだけ申し上げましたが今言った論点についてぜひ議論を深めさせていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いしますありがとうございました岸田さんどうもありがとうございました